打線が1点しか取ってないんだから、ピッチャー頑張らなかったら、今日負けゲームですよ、だったら。またスイング、あっと、球打ち球審、待ってください、振ってないですよと言ったんですが、判定はストライクコール、ちょっと納得がいかないというところですが、スイングアウト、三振でワンアウトです。手が上がりませんでした。フォアボールです。際どい球でした。いいボールでしたけどね。阿部が見えます。背番号10番阿部が出てきました。真ん中ストライク。おー、スライダー、あーっと空振り三振。今日最速158キロ。さすがに速い球、阿部のバットが空を切りました。一球変化球挟むと一段とその速さみたいなのも増すんでしょうね。これでツーアウトです。もうあのミットに収まってから振った感じですもんね。いました、代打構成です。速い156。おお、当たったんですよ。ファウル、ストレート、ファウル、追い込まれました。ストレートだー、キャッチャーの間はガッツポーズ、スイングアウトの三振。速いボールで最後は空振り三振。フランスは9回の表を抑えました。1対1の同点。いよいよ広島松は9回の裏へ進みます。直球勝負でしたね、はい、いやー、思い切って振った、思い切って投げた、見応えのある戦いでした。両大観三振でした。3アウト。